い、バックサイドワンエイティイン、まずバックサイドワンエイティインはフラットでやったバックサイドワンエイティと一緒で、ここでポン飛んで、スイッチの50-50になります。で、この時にボックスだと正直面が広いんで回ってっちゃうことが多いんです。でもそれでも俺はいいと思います。ただ、まあ、今回止めてやったんだけど、その時はイメージ的にはこの上半身を90度ぐらいから残して溜める。そうすることで下半身がこれ以上あ、いかないってなって、しっかりと上半身を残せばそこでピタッと、まあちゃんとあとボックスを踏むことで、注意点としてはフラットでやるバックサイド180だと着地でエッジとか立てても多少のエッジ立てたところで問題はないんだけど、まあ、ボックスの上はちょっとフラットよりはシビアに、雪上よりはシビアになるので、まあしっかりと乗るときはエッジを立てるんじゃなくて面で捉えてあげるっていうことを意識してください。でバックサイド180の時の最初怖いなって思うところが、実際アウト見えません。最初だって後ろ向きになるのがほとんどだと思います。だから僕が最初練習した時は、今回はスイッチ50してそのまんまアウトしたけど、バックサイド180にしてこうやって回ってくからハーフキャブアウトみたいな、スイッチの180のアウトをやる感じでやれば、徐々に慣れてきたらスイッチアウトしたりリバート戻してアウトしたりとかやってみればいいと思うんで、最初はバックサイド180からスイッチ180アウトを練習した方がいいかなと思います。